お兄ちゃんたちこんにちは。お前らこんにちは。おう、ガース頼むぜ。お兄ちゃん、何一人で騒いでるのよ。いやな、ガースが、定額給付金の再支給とか言ってるんでな。ああ、ガースって、菅総理のこと。俺が見込んだだけあるぜ。あいつは、できる男だと思ってたんだ。給付金が配られるって、まだ決まったわけでもないのに。ほんと現金なんだから。現金くれるって言うんだから、そりゃ現金にもなるさ。お兄ちゃん、それ、うまいこと言ってるつもりなの？お前の悪態も、今の俺にはへでもねえぜ。すっかり、もらえること前提になってるのね。10万円だぜ、お前もチッター喜べよ。まあ、再支給されれば、ありがたいことは間違いないわね。この際だから、望ましい財政出動の話でもしようかしら。それでは、ゆっくり妹の経済学講座。始まり始まり。今、流行り病による需要落ち込みに対応するため、政府による、積極的な財政出動が求められるわ。これだけ経済冷え込んでるんだから、さすがにわからない奴はいないだろうな。ただし、財政出動と一口に言っても、その効果が発揮されるには、前提条件や、財政の中身も重要なの。それって、前回話したクラウディングアウトのことか？そうね。日本のような変動相場制の国では、金融政策を伴わない財政出動をしても、通貨高による輸出減少などで、その効果は相殺されてしまうのよ。いわゆるマンデル・フレミングモデルってやつだな。詳しい内容を知りたい人は、前回や、関連の動画を見てね。悪夢の民主党政権で、地獄の円高が起きた理由だもんな。この財政出動の弊害は、アベノミクスで異次元緩和が行われたことで、初めて解消されたの。マンデル・フレミングモデルが、日本では成り立たないなんて言ってる奴は、国賊だから注意しろよ。財政出動の効果は、金融政策が機能していることが大前提なの。これがまず一点。そして、たとえ同じ規模で財政を出しても、中身によっては、景気の浮揚効果が弱いものもあるわ。中身によっても違ってくるのか。ええ。注意点としては、財政支出の仕方が、恒久的なものか、一時的なものか、広範囲に及ぶものか、一部の層に限られるものか、恩恵を受けるのが、低所得者か高所得者か、などが挙げられるわね。へえ、そんな注意点があるんだな。順を追って説明するわ。まず、恒久的な財政と一時的な財政の違いは、人々の消費行動に与えるマインド。例えば、減税などが恒久的に続くと、人々が将来予想するなら、これから先も、生活にかかるコストが低くなるから、継続的に、支出を増やす効果が期待できるわ。財布の紐が緩くなるってわけだな。この意味で、消費税減税は最良の財政支援。逆に、いかに消費税増税が最悪かがわかるわ。将来にわたって、消費にかかるコストが増えるんだからな。今、財政支出のメニューの中に、一時的な消費税減税って話が出ているけど、減税が一時的だと、減税される前の消費抑制、減税終了時の駆け込みと、それ以後の反動減などで、思われているほど、効果が発揮されない可能性もあるから、注意が必要ね。同じ消費税減税でも、恒久的か一時的かで、効果に違いが出る可能性があるんだな。次に支出の範囲。定額給付金なんかがいい例だけど、人々に直接、現金という形で財政を出すと、それぞれの人が、自分が使いたいところにお金を使うから、特定の産業じゃなく、全産業に恩恵がいくのよ。ああ、幕範囲が広くなると、当然使われる範囲も広くなるわけか。これに対して、公共事業のような形の財政は、恩恵を受ける産業が限られているため、現実的には、思われているほど景気の浮揚効果がなかったりするの。そうなのか。ケインズ経済学だと、不況の時には公共事業が有名だけどな。これって、結構勘違いされてるのよね。
かつて、公共事業に経済効果があったとされる時代は、建設業というのが単純作業で、失業者が割とつきやすい仕事だったから。黄色いヘルメットかぶって、ツルハシ振るってるイメージだな。でも現代では、産業の高度化により、建設機械の操縦とか、高いスキルを持ってる人じゃないと、仕事が増えたからって、簡単には業務をこなせないのよ。つうことは、公共事業を増やしたからって。こなせる仕事量に限りがあるから、それ以上に予算を積んだところで、民間の建設業に従事していた人が、公共事業の方に移ってくるだけで、失業者が雇われて消費が増える効果がなく、民間工事の阻害理由になって、クラウディングアウトが発生するのよ。ああ、そんな理由でも、クラウディングアウトが起きるのか。特に、ここ数年では、震災復興や五輪特需、防災インフラ整備に老朽メンテと、建設業の仕事ってすごくあるから、これ以上、仕事を増やせる余力って、そんなにないのよ。増やしすぎると、民業圧迫になるんだな。必要な公共事業って、確かにあるんだけど、それと経済対策を結びつけて、闇雲に公共事業予算を増やせばいいかというと、実は、それじゃうまくいかないのよね。だから、景気対策だけなら、給付金の方がいいんだな。話はそれるけど、建設業の供給力を伸ばすのが目的なら、長期的に事業計画を立てるのが大事。長期的？建設業で人を育てるには、10年スパンの長い時間がかかるから、景気浮揚目的の一時的な財政だと、業界側も人を雇って育てようと思えない。ああ、これも、恒久的か、一時的かが大事なのか。そういうこと。政府が一定割合の予算を、確実に振り分けると、業界側が認識するような整備計画。単年度ごとではない、長期的な予算措置こそ重要なの。せっかく人を雇って育てても、ようやく一人前になった頃に、仕事なくなりましたじゃ、やってられねえからな。だから、今目の前にある景気対策と、公共事業によるインフラ整備を、リンクさせては考えない方がいいのよ。これはこれ、それはそれってわけか。最後に、財政支援をするそう。景気状況が悪くなった時、最も生活に困るのは低所得者層だから、景気の扶養効果を別にしても、支援をしなければいけないのはこの層。まあ、そりゃそうだわな。その他に、経済学には消費性向って概念があるの。なんだそりゃ？消費性向とは、その人が所得のうちから、どれだけを貯金に回さず消費をするか。その観点で見たとき、高所得者に比べて低所得者の方が、生活をしていく上で、必ず使わなければいけない支出の割合が高く、一般に、消費性向が高い傾向があるのよ。つまり、低所得者の方が、もらった金のほとんどを使っちまうわけか。というより、使わなければ生活ができないのよ。日本って、貯金ゼロの世帯の割合が年々増えていて、この人たちって、生活のためがないから、景気不要云々を抜きにしても、支援をしなきゃダメ。俺も貯金ゼロだから、定額給付金で支援頼むわ。こういう人にお金が行くのは、腹立たしいかもしれないけど、経済効果と、弱者支援を考えるなら、そこは目をつぶってほしいわ。俺なら、もらった金は全部使うぜ。ツッコミはやめて、まとめをするわね。財政出動の効果が、発揮される目安としては、恒久的、広範囲、低所得者層、これらの条件のうち、だいたい2つ以上を満たしているようなら、効果が見込めると思っていいわ。ってことは、消費税減税なら完璧だな。恒久的な消費税減税がされればベスト。次に定額給付金や、スマホ代の値下げなんかも、意外と効果があるかもしれないわね。ああ、それもガースーがやろうとしてるな。スマホって、割と固定費がバカにならないし、低所得者ほど、料金負担って重いから、ある試算だと、4割の値下げで1世帯あたり2万円。
家計で約2兆6000億円の負担軽減になるとされるわ。結構でかい額だな。この値下げが恒久的にされるなら、消費者としては素直に歓迎ね。ガースやるな。やっぱ俺が見込んだ男だぜ。今のところ、現実がどうなるかはわからないけどね。で、今の話とは別に、流行り病の悪影響が続く限りは、経済不良効果は脇に置いて、事業者への支援も続けること。ここで廃業と、失業者の増加が広がれば、立て直しは容易じゃないから。てなわけで、ガースーは俺に金をくれ。お兄ちゃんは黙ってなさい。では、今回はここまでね。お前ら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくな。動画内容がためになったと思ったら、拡散協力もお願いするわね。それじゃお兄ちゃんたち、まったねー。